後半戦の初戦から強さを見せつける格好になった首位ドラゴンズ、昨日ヤクルトを相手に延長10回のサヨナラ勝ち、そしてジャイアンツが敗れたためそのゲーム差が6、貯金は18に膨れ上がっています。独走体制を築くんでしょうか。中日対ヤクルトの18回戦を名古屋ドームからお伝えしてまいります。解説は中俊夫さんです。よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。まあ途中やきもきはしましたけれども最後はサヨナラ勝ちやっぱり強いですね。うん、やはりあの幕切れがいいですよね。はい、やはりあのファンの人々が喜ぶ、そんな勝ち方をしてしかもチームに勢いがつくというそうですね、サヨナラゲームというのは大きいですね。はい、今映っているのがそのサヨナラの犠牲フライを放った関川なんですが、なんといっても競り合いに強い、これですね。うん、これはねやはり投手力がいい、はい、それプラス守りもしっかりしているということですよね。そうですね。まあピッチングスタッフを見ますと特に中継ぎがそうなんですけれども他球団はもう羨ましくてしょうがないというそんな感じがしますよね。あ、それは当然持ってるでしょうね。そうですね。これだけ先発の人たちが揃っていてしかも中継ぎを抑えと相当な防御率を誇ってますからね。そうですね。特にあの中継ぎの対決になった時に2人ぐらいまではだいたい互角に戦えるんですが、3人4人ドラゴンズはさらにレベルが変わらないピッチャーが出てくるという点が取れない展開を相手は強いられますよね。そうですね。その点中日サイドとしては安心して送り込めるピッチングスタッフなんですよね。そうですね。そして登録抹消期間中が終わりましてリージョンボムが今日からネルソン・リリアーノと交代で登録されました。後半戦のこのリージョンボムは初戦です。2番に入りました。さて先発なんですがドラゴンズがオールスターから中5日の武田、そしてヤクルトの方がハッカミーという先発発表になっておりますが、高さん、はい、随分あの今日はショーツじゃないかとかいろんな情報が飛びまして。そうなんですよ、はい、もう 100% 近くショーツということを皆さん言ってましたよ ね。 そうですよね。で僕らもてっきりそうだと思ってたんですけれども、はい、実はあの昨日ショーツが随分奇怪な行動をしまして、試合前にブルペンに入りましたらしいですね、僕もちらっと聞きましたけれども。そうですね。若松監督が実は今日朝起きて新聞を見てびっくりしたんだそうですが、だと思いますよ、はい、まあ、ショーツは今年ヤクルトに相性いいですからね。そうですね。まあ、投げたゲームは4試合で1勝1敗なんですが、そのうちの1敗というのがあの千葉マリンで川崎の完封勝利の前に1失点に泣いたというゲーム。まあ、本当にこの武田今シーズンは大崩れなくここまで非常に安定感あふれるピッチングを見せてますね。こうやはりコントロールでしょうね、はい、まあ、独特な投げ方で、バッターのタイミングが取りづらい投手の一人ではないでしょうかね、はい、その武田が今ゆっくりとマウンドに上がります。それでは両チームのスターティングメンバーを発表しておきたいと思いますが、ヤクルトは真中、宮本、佐藤、古田、ペタジーニ、それから6番に警察メンバーが入っておりまして山部、それから池山、馬場、ラストバッターがピッチャーのハッカミーです。おそらく山部のところにはスミスか稲葉が入るのではないかと思います。それからドラゴンズの方はリージョンボムが戻りました。2番にレフトで入りました。それ以外は昨日と変わっていません。福留がいい、それから関川、ゴメス、立浪のこのクリーンナップ、山崎、井上、中村。さてまもなくゲームが始まろうとしておりますが、中さん今日の見どころはどの辺にあるでしょうか。やはりハッカミー、武田、はい、この2人の投げ合いをどうそれぞれの相手打線が工夫をして打っていくかというのを見どころにしたいですね。ハッカミーも今シーズンはこのドラゴンズ戦は1勝1敗なんですが、まあ、打たれている印象はあるんですが、意外に粘り強いピッチングを見せてますよね。その通りですね。ですからまっすぐ、スライダー、チェンジアップというような感じなんですけれども、はい、それを中日打線がどう捉えていくかですよね。そうですね。まあ、今日はもうビシビシくるようなボールという両タイプピッチャーではないんですけれども、そういったこう味のある投げ合いを一つ期待したいですね。その通りですね、はい、さあマウンドには武田が上がりました。武田はオールスターで3イニングを投げました。2イニング完璧、3イニング目は本人も行くつもりもなかったし、いきなり言われて疲れたってこと言ってましたけれども、あ、それは事実だと思いますよ。元同僚の大栄のね、例えば秋山とか、城島とかこの辺りに捕まりまして、はい、結局3失点だったんですけれども、それ以来の登板ということになります。ただこの武田に言わせますと、中さん、もう決してこのオールスターブレイクというのは休みではないんだと、あくまでも調整期間であって、その一環でオールスターで投げたと本人は考えていると。
そうですね、ですからオールスターに出ていない人たちはどういうトレーニングを積んでいくか、うん、コンディション作りには一向要する期間でもあるんですよね。そうですね、そういう意味では武田はまずまずそのきっちりとした調整でこの後半戦に臨んでいるというようなことを話しておりますが、まず2勝1敗ペースで後半もいければいいねと本人は語っています。さあその注目のこれから第1球ということになりますが、バッターボックスに1番の真中が入ります。ヤクルトは7月以降はチーム打率が3割を超えております。非常に当たっているヤクルト打線なんですが、まあ、その核がこの真中であり、それから3番の佐藤、特に若松監督はこの2人は絶対に外せないってことを言ってますね。そうですね、特に佐藤、はい、彼が当たってきて、うん、まあ、他の外野手を退けているっていう話はしてましたからね。そうですね、しかも連続試合安打を続けてますね、19試合調子はいいんでしょうね。そうですね、昨日はこの真中がいきなり川上からツーベース、まずこの真中を抑えることが今日のゲームの始まりです。武田、武田の調子のバロメーターっていうのは中さんどの辺で見ればいいですか。やはりコースで微妙に変化するボールですよね、はい、これを際どく投げられるかどうかで、うん、判断していいと思いますよね。わかりました。インコースに今のも若干スライドしてるんですかね。少しずつボール1個から1個半、はい、スライドしたりシュート気味に入ったり、うん、うまい具合に投げ分けるんですよね、はい、ですから今のボールはちょっとシュートをかけたような感じじゃないでしょうかね。アウトコースのボール、これはうまく打っていった、流し打ちの手本のようなバッティング。外のボール、今日も真中がいきなり先頭バッターヒットです。よくボールを見極めましたよね、はい、決して簡単なボールではなかったように見えるんですが、ですからググっていう力がないときは軽く当てられるといいコースで飛びますよね。あ、なるほど、軽く当ててポイントまで引きつけられるとちょっと苦しいですよね、はい、さあノーアウトランナー一塁です。2番は宮本、昨日の宮本は4打数の1安打、2打席目にセンター前ヒット。まあ、この人が戻ってきて内野あるいはオーダーと安定したものが組めるようになったんじゃないでしょうかね。そうですね、一時怪我人が続きましてね、まあ、今も当然土橋とか、怪我人で悩んではいるんですけれども戻りつつありますから ね、 ね、この宮本がかけた時にも例えば宇佐美を使ったりとか結構苦しいオーダーに強いられたこのヤクルトベンチなんですが、やっぱりここに来て7月調子がいいのはこの辺がきっちり戻ってきたせいですね。やはり選手が揃うということは一番重要なことですからね、はい、これドラゴンズが安定した力を保っているというのはやはりオーダー守りだいたい決まったものを一枚岩のようにして戦ってますからね。そうですね、次はやっぱり弱いですね、はい、今シーズン最も犠打が多いこの宮本、19個目の犠牲バントでランナーが2塁。今シーズンドラゴンズの野球が非常に硬いように見えるんですけれども、最も硬い野球をしているのは実はこのヤクルトなんですね。ですからそれでこういうところでタイムリーが出るか、はい、これだけでしょうね、昨日はこの場面で期待に応えた佐藤、さあ最も当たっている男がバッターボックスです。この対決注目しましょう。まずスライダーでストライク、ボールに近いポイントで非常にうまく叩いているということを金森バッティングコーチは話していました。それだけスイングが速くなってるんですよね。もともとバッティングは定評ありましたからね。そうですね、19試合連続ヒット、その間に今は途絶えておりますが9試合連続長打、7月の打率だけで言いますと中さん横浜のローズより上なんですね、佐藤の方が。それは素晴らしい、ね、素晴らしいですよね。ですからその調子の良さをこれから何ヶ月も続けていくことが、はい、まあ、彼の課題でしょうね。武田対その佐藤です。いきなりの山場、うまく打った、落ちる、しかし打球の方向を見ながらスタートを切りました二塁ランナー、真中は三塁ストップです。今のもやっぱり軽打してるというか、外角のボールに逆らわずに、はい、真ん中近かったですけどね。そうですね、うまく右方向をつけましたよね。
ですから強振というのじゃなくて、はい、シャープな振りというのを心がけてるんですよね。ここまでのまず武田のボールについては中さんどのように？やはりあのキレがちょっとどうかなという感じなんですよね。そうですか。やはりいい時というのは今の133のちょっとしたこうスライドさせたりシュートさせたボールが相手のバッターの芯を外してたんですけれどもね、はい、クッとこう食い込んでくるというか、あるいはちょっとこうボール1個逃げたりするボールがちょっと甘いんじゃないでしょうかね。なるほどね。いつものキレがちょっとこう鈍ってるような。まあ、もともと立ち上がりが悪いと言われているピッチャーですからね、しかも本人もあんまり気にしてないんですよねこれをね。まあ、同じような感じで投げてますからね、はい、アウトコース、これは微妙なストライクです。いいコースに決まりました。例えばいきなり先頭バッターにフォアボールを与えたりとか、結構一塁側のベンチから見たらハラハラするような場面もあるんですけれども、むしろ本人はどこ吹く風で、まあ、そういうこともあるさという、ひょうひょうとした感じのピッチングを続けるピッチャーですよね。 その武田、まあ、これはドラゴンズファンにとってみれば頼もしいことこの上ないんですけれども、ですからこの場面で古田選手はドラゴンズにあんまり良くないんですよね。良くないですね。ですから、まあ、今日バッティング見てた限りでは昨日よりはちょっといいかなという感じを受けましたけれどもね。昨日も結果4-0、初回の川上がピンチのピッチングだったんですが、この時にも4番の古田がちょっとこうバントの仕草を見せたりね、あれって僕も思ったんですけどね。まあ、去年昨日のバッティングは練習ではあまり良くなかったんですよね、はい、でまあ、今日見てたんですけれども、今日は昨日よりはいいかなという感じを受けましたからね。いずれにせよこの古田が打たなければヤクルト、やはり得点能力は増えませんよね。そうですね。あとはその古田の場合は独特のキャッチャーとしての読みといいますか、非常に追い込まれてからうまく打つんですよね。結局コース、これを待つのがうまいんじゃないでしょうかね、はい、近めを待ってそれが外角へスライドしたらライト前へ軽くチョーンとこうジャストミートする技術持ってますからね、はい、で近いとこ来るなと思った時は思い切ったフルスイングをしますよね。なるほど。そのうまさを持ってるバッターなんですけれどもね。今度はインコース、これは際どい。今のはよく言いましたね。武田はさすがに今のは悔しそうです。なんだよっていう顔をしてますけれども、山田ピッチングコーチも心配そうに座ってこの武田のピッチングを見ておりますが、ちょっと引っ張ったんでしょうね。ほんのわずかですけど最高のボールでしたけどね。さあ外から今度は内に潜ってきた武田、この辺でその古田との読みの勝負になってきますが、その通りでしょうね、はい、ワンスリーカウントはピッチャー不利、どちらに山を張るかですよね、はい、外ストライク、これもいっぱい。まあ、これが武田の本領発揮という場面じゃないでしょうか ね、 そうですね、まあ、いわゆる高さ外のコース、本当にいっぱいいっぱいですからね。スライダーあるいはまっすら、このコントロールは今日も健在です。あとはその徐々に長さんのおっしゃっているキレが戻ってくるかどうかと、やはり手こずるでしょうね、はい、ランナー一塁三塁です。いきなり初回に真中のヒット、それから佐藤のヒット、宮本の送りバントもありましたが、ワンアウトランナー一塁三塁、昨日に続いてヤクルトが先制のチャンス。ヤクルトは昨日の1回以来得点がありません。どうだ、これは完全に泳がされた。ショートランナーを牽制して佐藤は二塁に進みましたが、三塁ランナーは結局ホームに入ることができません。もう完全に崩されました、前進守備だけに突っ込めませんでしたよね、はい、今のボールなんですが、またそのまっすらというような感じのボールですよね。そうですね。